得意のキーボード。キーボード。こちら、ハイパー X。いつものハイパー X。のキーボードのキーキャップです。ほう。こんな感じで。パッと見わかんない。わかるかな？あの、上が黒くなってて、文字の部分が透けてて、うん、横の壁の部分が白くなってるんですけども、ここも光が抜けると。なるほど。いうタイプなので、こんな感じで、下がすごい光るんですね。へぇー。だから、ハイパー X ダブルショット PBT キーキャップ。ABS じゃなくて PBT ですね。PBT。はい、いい素材使ってますね。へぇー。っていう、キーキャップが、こちらはまだ発売がちょっと先なんですが、いち早く手に入れましたので。どんな感じかと言いますとですね。初めて。え、もしかしてこれ、開けた？ハイパー X ダブルショット PBT。あ、特にあれなんで、まあ、あらかじめ開けて、すんごい毛でくっついてる。さらにくっつけましたもん、これ。すげえ。すごいすごい。これ、ハイパー X のアロイ FPS っていう、あの、キーボードシリーズの、これ、あの、シルバー軸ですね。おこちら。あ、シルバー？シルバー軸。スピードシルバー軸に、つけてます。まさか全部？全部。100、すげえ。英語配列用なので104個ついてます。あ、ほんまだ、104って書いてあった。全部変えました。うわ、すげえ。私じゃないです。さっきなんかやってたんですよ、ね。売り場のスタッフに、あの、頑張ってちょっとやってもらいました。うん。なんかさっきやってた。で、こいつがどんな風に光るのか、やっぱ見たいので、ちょっと、こっちとこの辺の。はい。ボロボロなんですか？バラバラなんだ。どうすんの？ダブルと。今から刺しますよ、監督が。おお。あ、なるほど、すげえ。こっちから見たらさらにすげえ。っていう光り方をします。すごい光り方します。めっちゃ綺麗。こんな感じなの。横から見ると。上から見ると。うわぁ、すげえ。まあ、光らせ方、これ今、あの、比較用なので、こう、レインボーで、やばいやばい。あの、ウェーブさせてますけど、多分、青一色とか赤一色とかで光らしても、すごく綺麗じゃないかなと思いますよ。これすごいですね。ほんまに。めっちゃ綺麗に見えた。うん。サーブ。こんな感じ。横から見ても、こう、この横側面とか光ってるので、すごく光ってるように見えますよね。これは、なかなかよろしいのではないでしょうか。これで、あの、商品名にもあるように、これダブルショットなので、要はあの、透明なこの、乳白色のキーキャップの上に黒で色を塗っているのではなくて、この重ねてあるんですね、中で。確かに。うん、分離。うん。上からくっついてる。なんで、きっと文字は消えません。うん、あー、そういうことか。中で、こう。ちゃんと別作り。うん。なんかね、ちゃんと重なってる。上から要は黒く塗ってるわけではないので。はい。へえ。とても、あの、手の込んだ作り方をしてますね、これ。なるほど。っていうこちら。うん。いいよ。ハイパー X の、キーキャップですね。ダブルショット PBT キーキャップス。お値段。お値段。お値段で発売日がまあちょっと先なんですが、3月25日、あ、はいはい、来週ですね、うん、はい、来週の月曜日発売ですね。で、お値段がこちら税込みで4280円です。おお、はい、結構安いね。そう、あの、日本語が欲しいと私も思います。うんうん、英語配列なんですよ、これ。というかね、ハイパー X、まず日本語配列のメカニカルキーないんです。そういうの、あの、一個だけね、最近日本語配列出したんですが、あれメンブレンなんですよね。あ、なるほど。そう、だからまあまあ、一応自社のキーボードにつけるっていうのが当然ね、あの、コンセプトですので、英語配列の、日本語配列は今のところ出す予定ないそうです。へぇ、残念。残念。だけども、この色はいいな。この色はいい。これね、いいよね。めっちゃ綺麗ですよ。ってことは予約受付中の状態で、例えば展示に出しちゃったりとかもするんですかね、こういったもの。まあ、あの、このね、週末は多分どっかで出せると思いますので、ね。マジですか。うん。ぜひ見に来てください。